ございます。カザフさんも玄関で靴を脱いで上がるタイプ、なかなか清潔感があって素晴らしいと思います。はい、ここにはフックがハンガーなどもをかけるところがあって、 Wi-Fi のパスワードなども書いてありますね。裸電球、哀愁漂う裸電球、これはどうも本物の裸電球 LED などではありません。月当たりを見ますと、水回り、トイレがあって、洗濯機があります。これはやっぱり長期滞在、ね、私も長期滞在2週間滞在しますが、非常にありがたいですね。綺麗な洗面所、トイレ、それからお風呂、ジャグジーもついて素晴らしいですね。はい、これを出まして、3時方向、いわゆる右側を見ますと寝室です。寝床があります。西洋式万年寝床が備え付けでございます。ここは広さどんぐらいあるでしょうか。10畳なんてもんじゃないと思います。12畳、いやもうちょっとあるかもしれません。これ今回の私の荷物、すでに散らかっていてすみません。今日は10階からの眺望ですが、口コミによりますと晴れた日は山がものすごく綺麗に見えるそうです。楽しみですね。滞在中晴れる日があるといいなと思います。それから振り返ってみますと、このように収納スペースございます。鏡もあります、十分な収納スペース。私はワークマンで買ったズボン、広いですね。ここも裸電球です。裸電球はここのスイッチかな。あれ違った、ここではないようです。ここではなくて入り口のここでしょうかね。裸電球、本物の裸電球。振り返って12時方向に進みますと、いわゆるリビングルーム、ここにはシャンデリアがあります。豪華なシャンデリア、それからとても広いソファ、なんかこの部屋だけで十分ですよね。この部屋で全部置いてくれたら、ね、一人で広い部屋っていうのもちょっとなんか嬉しいような、やや不便なような、そんな気もいたします。テレビがございます。で、振り返りますと窓があって10階からの眺望、なんか旧共産圏っぽい、ソビエトっぽい建物が見えます。あの建物は間違いなくソビエト時代に建てられたものでしょう。それから遠くには発電所ですよね、はい、黙々と煙、湯気、どちらでしょうか、を吐いてバンバン発電しています。エネルギーを有効に活用したいものであります。ここを出ますと、とっても広い、無駄に広いエントランス。それからこちらはサービスルームのようですね。はい、こ
このアパートを管理する方々が使う備品が備え付けてあります。ですからここはあまり立ち入らないようにしたいと思います。そこで、三次方向に振り向きますと台所があります。これね、私が使っているケイセルという、携帯電話会社の新カードですが、 7GB で、2900天元、日本円にして、まあ、1000円弱でしょうか。 7GB で1000円いくら、安いですね。それから、はい、小さめですが台所ございます。オーブン、オーブンは4口しかもね、なんか魚焼きじゃないですけど下にオーブンもあります。それと必要最低限の、例えば、ね、お皿、コップ、そういうつけであります。多分ここに行くと、ね、フライパン、ね、フライパンなどもあります。で当然冷蔵庫もあります。冷蔵庫は、じゃじゃん、サムソンでした。日本の冷蔵庫ではありません。残念。あ、もうすでに水を冷やしてあります。水などはついていませんので8リッターの水をね、地下1階のコンビニというか小さなスーパーマーケットで買ってきました。それからこの石鹸はオーナーさんがくれました。冷凍室、これはお料理のしがいがあるというものです。それからこちらには洗濯物を乾燥するような部屋があります。あちらにはなんかタイヤが置いてありますね。でこちらも先ほどと同じくね、共産チックな建物が見えます。以上、私がカザフスタンのアルマティで滞在するアパートの紹介でした。無駄に広いエントランスでも、まあ、もう一度、何度もしつこくて申し訳ありませんが、玄関で靴を脱いで上がる、ね、これ清潔感があってとてもよろしいと思います。このお値段ですが、1泊あたり約40スイスフランですから、今のレートはちょっとね、かなりすごいのであれなんですが、日本円にすると約6000円弱といったところでしょうか、ね。資料によりますと90平米あるそうで、それで一泊約6000円弱、なかなかお得なのではないかと思います。これからですね、あのエレベーターで1階のコンビニというか、ね、小さなスーパーマーケットに降りていきたいと思います。着きました。 P1 につきまして、この通路を抜けますと、これを押さずに、駐車ここを開けますと、スーパーがあります。